師匠。ごめん、師匠と挨拶してくるね。ほれほれ、そう急がずともおばあやは言ったりせんよ。本当にあなたという子は。ようよ、もう何日も師匠に会ってないから、早く会いたかったんだもん。よしよし、ようよは一番口がうまいの。おや、あなたたちじゃったか。怪盗祭の時期ってことで友達に会いに来た。ピンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、このドボルザークおじさんを助けるために七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ。こんにちは、私はフォンテーヌから来た音楽家で、イリデッセンスツアーの主催者の一人です。この名前をお聞きになったことがあるかどうかはわからないが。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。ばあやもまだ知らないことがあるの。音楽祭か、良い響きじゃ。オイラも気になるぞ。ピンバーヤはどう思うんだ。大先輩だし、なんといってもリーヨへのいろんな伝統文化に詳しいからな。意見を出してくれたら、やるってなった時より方向性を決めやすいと思うぞ。つまりそのピンバーヤは新しすぎるとかって思わないか。それか他に心配事があったりは。そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤの時とは違うかもしれんの。じゃが良いものには人を引きつける力がある。むしろとても楽しみじゃ。おー、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中であなたは最も賢い人だ。みんな揃いも揃って本当に言葉が甘いの。ようよ、次からは甘いものは少なめに配るんじゃぞ。師匠、今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分のことに戻りなさい。時間を無駄にしてはいかんよ。思う存分やってみなさい。じゃが重圧を抱え込むんじゃないよ。今年の怪盗祭はあなたたちの存在のおかげでさらに素晴らしいものになると信じておる。